マイケル・ジェイソン・ラルーは、アメリカが衆国テキサス州ヒューストン出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。シンシナティレッツ時代1995年にプロ入りし、1999年6月15日にメジャーデビュー。2001年から2005年までシンシナティレッツで正捕手を務めてきた。2006年はスプリングトレーニング中に膝を痛め、手術を余儀なくされる。 結局、開幕には間に合わなかったものの、4月19日に復帰。復帰後は極度の打撃不振に陥り、打撃校長のデビット・ロスやバックアップ保守のハビアー・バレンティンらの活躍があって、出場機会が減少していた。カンザス・シテ・ロイヤルズ時代2006年オフに、マイナーリーガーとのトレードで、カンザス・シテ・ロイヤルズへ移籍。ちなみに、このトレードは、 来季の年俸540万ドルの半分をレッツが負担するという条件付きであった。2007年は主にジョンバックのバックアップとしてプレーし、66試合に出場。保守として65試合に出場し、限られたプレー機会ながら、トールイーソシリーズは350をマークするも失策は5つと多かった。また、サンルイも1試合守り、無失策だった。 しかし、打撃面は、昨シーズンに引き続いて低調で、打率は2年続けての1割台となる。148であった。2007年オフにセントルイスカージナルスへ、FA 移籍。2010年8月10日のレッツ戦での乱闘で、ジョニー・クレットから頭部を蹴られ、依頼の神の後遺症に苦しみ、現役引退を表明した。2001年から2005年まで5年連続でに、 桁本類打を放っていることからもわかる通り、長打力が持ち味である。レッツ時代は、このパワーで、正保守の座をキープしていた。一方で、フリースインガーであるため、打点が少なく、同期間中は5年連続で103審以上を、喫している。代打で起用されるのは苦手としており、特に2009年は8打数で、ノーヒットに終わった。メジャーに昇格したての頃は、 強権と守備力の良さを高く評価されており、将来的にはゴールドグラブ賞も狙えると期待されていた。しかし、レッツで正保守に定着して以来、失策やパスボールが増加し、守備力が低下した。2001年2002年2004年の3度、ナリーグ最多のパスボールを記録している。リードの能力も高くなく、2005年のキャッチャー、防御率は5.26だった。 肩に関しては2001年に投類阻止率61%を記録したのをはじめ40%を超える率を4シーズンで記録している。セントルイスカージナル追跡後は守備力が改善し第二保守としては十分な働きをした。前日の通り失策やパスボールは多かったが、 DRS ではシーズンで一度もマイナスを記録したことがなく通算873試合でキャッチャー守備について26という DRS を記録している。また、いずれのポジションでも守った試合数は10未満だがファーストサード、外野を守ったこともある。ありがとうございます。